1学期の終業式がリモートで行われています。児童たちは冷房の効いた涼しい教室で話を聞いています。梅雨明けした今日、県内のすべての公立小中学校で1学期の終業式が行われました。松山市の遊軍小学校では熱中症対策のため冷房のない体育館には集まらず、放送室から各教室に配信する形で終業式を行いました。夏休みにしかできないことにチャレンジし、自分で考えて自分から動く、そういうことのできるパワーアップした遊軍校になって2学期をスタートさせましょう。終業式の後は1学期最後の学級活動。1学期に頑張ったことやできるようになったことを発表してから、1年生は初めての通信簿を受け取りました。いよいよ明日からお待ちかねの夏休みです。1学期どんなこと頑張った？国語のテスト、プールの大の字。夏休みどんなことが楽しみ？家でゲームすることとゴロゴロすること、友達とプールに行くこと。どんなことしたい？滑り台、虫とかを研究する。児童たちは明日から夏休みに入ります。